はい、こんにちは、ビッグボーイです。それじゃあ今回もフォールアウト 4DLC ヌカワールド、今回で実況パート計パート50回目だね。今回で今まで実況した動画の中で一番長いことになってるけど、まあ息子はね、確か、まあ、パート20あたりからほったらかしてんだっけな、パート30あたりだっけな。ヌカワールドが終わったら息子探しもね、いい加減再開しないといけないんでね。んーで、今回はドライロックガルチを確保しに行く。で、ここはギャングに、バックスにあげたから、また上がりをもらいに行こう。で、パワーアーマーは、今回またね、アサルトマリンアーマーも持ってきたから、置いていこう。で、今ね、全裸の変態になってるから、変態だ、これは。はい、着替えちゃおう。グラスはつけとくか。よし。これでオッケー。じゃあ先に上がりをもらいに行こう。あんたが総支配人だ。そんな風に歩き回りたいなら好きにしろ。え、ゲージがちょっとおこだ。さあ、あ、いるね、パックスさんたち。ソーダで人を殺せるなんて誰にわかる。おい、クワンタムの皮を飲み干すのにどれくらい時間がかかると思う。ようわからんこと考えんな。さあ、この辺いただき、さて、ドライロックガルチは向こうだね。さあ、ここがドライロックガルチだが、おっ、ここはブラッドワームがいるのか。今デンジャーブラッドワームって書いてあったもん。奴らはチャンスだもん。ブラッドワームスって書いてあるもん。でもロボットもいるけど、あれ敵？あ、敵じゃない。あれ、もしかして安全、ここ安全。ドライロックガルチへようこそ。ハイヌーンアットザガルチ。今日もヌカワールドを楽しもう。馬に乗って開拓。また間抜けなロボットか。このエリア全体にブラッドワームや他のいろんなものがはびこってる。このエリア全体にブラッドワームや他のいろんなものがはびこってる。安全じゃない。ああ、きっと。お、待って。話してる最中に出てきてるが。おかえり。おかえり？ドライ、うん。あ、待って出てきてるが、たくさん出てきてるけど。違う。で、土の中にいる。このロボットはダメだね。このロボットだけが普通に動くのは伝説。何持ってんだ、マチェット。出てこないと倒せないもんな。 OK。ロボットはずっと同じこと喋ってる。こいつハッキングして爆破してやろうか。さあ、調査。おお、調査を妨げてくるこいつら。ジェットコースター乗りたい。ん、なんか浮いてるんだけど、なんだあれ。ヌカナイトとヌカフォーラダークナイトの毎日恒例の決闘は追って知らせがあるまでは中止となりました。スタンドバイエントランス。トロッココースター、入り口ここだよって。ああ、じゃあこれでジェットコースターに乗れるのね。今乗れるのかは分かんないけど、もうちょっと周り調査したい。おっと待った、まずは保安官の一人と話してみてくれ。
さっき話したと思うんだけど、この建物たち何もない、この建物何もない、もうあれに荒れ果ててるけど、またロボットいる。おお、ブラッドワーム。おお、あれなんだこれは、雲だ、雲ちょっと硬い。伝説もいる。よし、ボードゲット。さあ、何かいいことがあるかもな。放射のダメージってモンスターに対して効果あんのかな。保安官と話してみてくれ。楽しみはそれからだ。シアター。おお、お、謎の人物。ドライロックガルチシアターお、ここ、あ、開く。いいね。いいね。ぬかサンライズのレシピ、新しいぬかコーラレシピ。バラモンの骸骨。OK。ん？キャッピーだっけな？ぶっ刺さってるぞ。ああ、こっちもエキスパートか。やった。OK。待て、挟まった。アリが。ごめん。アリもね、料理できるんだよな、これ。お前と俺だけだ。うわ、アリがおる。オッケー。シアターとコースターがあったけど、こっちは？金庫発見。鍵だと。鍵でのみ開く。鍵がない。テープがあった。ケイレブ。どうやらウイスキーのおかげで新しい役のために必要なヘッドスペースに入る。ワイルド。できた。心から大事にしているよ。酔っ払ってるけど。間違いなくうまくできると思う。舞台の。ジェシーはこのことで攻めようとしてる。めっちゃ酔っ払ってるけど。だがどうでもいい。この役を次のレベルに高める時が来た。来年ブルースを保安官を演じるのは自分かもしれない。ジェシーは町の酔っ払いを演じればいいぜ。あの嫉妬深い野郎にはお似合いだ。酔っ払いの演技うまいな。ジェシーさん、今までで最悪の舞台だった。男か。ケイレブが馬鹿げたメソッド演技法でまた我々を拷問にかけた。最初は酒を飲むだけだった。確かに最初は楽しかったが、今はあいつは風呂に入ることを拒否している。人類史上最悪の大衆に苦しくなっている。いいかい、あいつが演じているのはワイルドウエストの子供向けショーの酔っ払い役で、ハリウッドじゃないんだ。なるほど、酔っ払いに何か問題があるっぽい。ヌカコーラビクトリー。お、ヌカエクストリームのレシピ。いいね。本当にいろんな種類あるな。ぬかエクストリームね。また幼虫おる。ここは別の入り口だ。痛い。
おい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 、多いぞ。来て来て。オッケー。でも俺はまだ立ってる。伝説、伝説どこ行った？伝説。金庫破りのコンバットアーマー、この辺はもう持ってんだよな、いくらでも。保安官代理になる素質は。ん？保安官？この人？こっちへお帰り。ここ。保安官こんにちは。保安官こんにちは。お、それらしい。どうやらここガルチには片付けないといけない厄介な害虫がいるらしい。害虫については何も知らないが、マッドマリガン鉱山に無法者が潜伏していて困っている。ぜひここで手を貸してほしい。どうかな、保安官代理になりたくないか。変な人がいるのか。あ、ロボティクスエキスパートを使うってあるんだけど、協力してあげようと思うが、ちょっとこれ面白そうだからやってみよう。オーバーライドをしてもう少し役立つようにできないか試してみよう。従業員、あ、手動ログインを認識。現在全パークイベントモードを実行中。ビジターは3つの主要センター、ドクター、フォースフェイトの酒場、ギディアップキッドの作、一つ目アイクの早打ちコンテストに案内される。各アクティビティを終えるとマッドマリガン鉱山の鍵が保管された金庫を開けるのに必要な番号の一部を受け取れる。鉱山内の鉱山トロッコライドの案内係だと思われていた生命体は、実は危険な虫の大群である可能性あり、害虫駆除業者に連絡すること。システム再起動。良い一日を。ユニフォームを忘れずに。主人公ちょっとふざけたけど、いろいろ情報が聞けたね。鉱山に変なやつがいるらしいけど、その鉱山に入るための鍵が隠されている金庫の鍵か何かを探すんだな。鍵って番号って言ってたか今。ブラッドワームはマッドマリガン鉱山の中に巣を作ってる。オッケー。カウボーイがいるのかここ。さっき開かない金庫なら一つあったんだけど。新しい保安官代理、はい、出てほしい。ギリアップバターカップがみんな柵から逃げ出したんだ。居場所を逃げた。引き止めて、このどうかな。そう、まあ助けてあげるよ。これみんなシステムいじるってあるんだけど、いじってみよう。プログラムをし直そう。従業員手動ログインを認識。イベント回避プロトコル選択。今週の金庫の番号その3を渡します。再起動中。これ助けてあげなくても番号をもらえちゃうっていうやつ。説得うまくいけば。サロン。おお、白骨死体ばっかりだが、こんにちは。喉が渇いてそうだな。そんな時はヌカコーラ。サファリアドベンチャーの動物廃棄施設と混ざったため、今夜フォーリーフフライドフィッシュレストランではアップルジュースの販売を中止します。ドライドッグガルチではもてなしを大切にする。そこでここのバーテンダーを任せたい。注文が3つ。バーテンダー来てるから届け。ほうほうほう。やるつもりはない。
何かなくしたら。いや、やるつもりはない。調節できるか試してみよう。わずかな料金でお買い物。おお、成功。認識、イベント回避、プロトコル選択、今週の金庫の番号その2を渡します。再起動中。ゲット。主人公なんかさっきからふざけまくってるけど。サファリアドベンチャーの動物廃棄施設と混ざったため、イベント回避。フォーリーフフライドフィッシュレストランではアップルジュースの販売を中止します。アップルジュース。今気づいたんだけど、あのボルトスーツ中に着てくるの忘れてきた。これ全裸にアーマー着てるだけだ。変態だ。いや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 、じゃあ次のプログラやつもプログラムいじっちゃってイベント回避できちゃうのね、きっと。こんにちは。新しい保安官代理か。ピンと来ない。昔ながらの早打ち対決でその腕を見てみようじゃないか。ルールは、まあ、早打ちもいいけどこんなのどうかな。管理者のオーバーライドを使おう。従業員、ログインを認識。再起動。あ、でも、早打ちならやってもよかったかもな。さあ、これきっと鍵入手されるためのその金庫ってさっき見たんだけどさ、絶対あれだよね。シアターの奥にあった金庫。ちょっと天気悪くなってきた。これだね。オープン。これだ。この辺の鍵ってみんなヌカコーラクアンタムのストラップついてるね。じゃあ鉱山入ろう。さて、バンディットラウンドアップ。さっき見っけたここ入る。マットマリガンズマイン。さて、ブラッド、おお、最高だね。早々に熱烈な歓迎を受けてるけど臭いよ。向こう側に鎖が施錠されてる。マネキン動いてる。ブラッドワープの発生源を見つける。ん？おおっと、やっくせ。パンフレット、パンフレット。死んでるよ。鍵ゲット。テリー田中？え、日系人？日系アメリカ人か何か？わわわわ。ん？ちょっと動いてない？え？これ降りれる？おお、びっくりした。びっくりした。これびっくりするわ。いやー、びっくりした。破裂した。いや、なんかちょっと動いてたから怪しい気はしてたけど、破裂するとは。あ、びっくりした。釣り竿？あ、ここ開けれる。従業員オンリー部屋。弾がある。弾があって。スティンパックもある。ミサイル。なんでかミサイルランチャーもある。OK。うん、こんなところにさ、ミサイルランチャーがあるなんて、きっとこれ使えってことなんだろうな。持ってってみるか。さあ、ミサイルランチャー装備。弾こんなに持ってたか。さあて、こっちだな。またなんか驚かせる要素あったら、ちょっと心臓弱いから嫌なんだけど。お？ま、お、なんか跳ねてた。倒せばいいのか。マッ
使うと弾むね。おお、ブラッドワームクイーン、オッケー。なんか土浮いてるけど、ああこれ破裂すんのか。動物の死体の中にブラッドワームが食い込んでる、入り込んでる。これもそうだ。あ、これは当たんない。あ、これもそうだ。ちょ、全部倒しちゃおう。さあ、これで全部か。いい加減全部倒したはず。クエスト。保安官に報告する。ブラッドワーム退治は OK。 ここも開けれる。コースター乗れそうにないな、これ。ガタガタだし。もうなんもないのか、この先。塞がれてるしな。向こうから出よう。ん？サムテラー。できるなら何も後に残す。なんかメモ持ってたな。ブラッドワーム、この下に連中の住処があると気づくべきだった。なるほど。レイダー嫌いだったけどやられちゃったっていう。おっと、これは破裂する。まだいる。オッケー。なんでこんなところにね、バラモンが入り込んでんのか。射撃開始。ハーベスター、オッケー。いやー、グロいグロいグロいよ。さあ、出口の上にあるこの通路は、リッキー、なんかいろんなカウボーイがいるな。カウボーイすでに死んでるけど、リッキー、山の中に押し戻された。大変だって書いてあってもう死んでるしな。マネキンが背を向けてる。戻ってきたね、これ。ヌカコーラワイルド。お、弾がある。解除。素晴らしい。サーマゲット。ミサイルランチャー拾ったけど使わなかったな。こっちは？トイレ？うん、汚い。もう特に何もない。じゃあ保安官、過去ロボットに報告するか。お、メダルあった。さて、保安官全部片付けたよ。ドライドックマットマリガン鉱山、楽しんできたさ、無法者とやりあったさ。無法者なんていなかったけど、ブラッドワームクイーンの住処だった。あの鉱山はブラッドワームクイーンの住処だった。あれがいなくなって今はエリア全体が安全になった。何を言ってるのかさっぱりだが、ミシシッピ川のこっち側で一番の保安官代理になってくれたな。ほら、お土産のボトルキャップをどうぞ。
ぬかこーらの清掃管理部からのサービスだ。いつでもドライロックガルチへ戻ってきてくれ。さあ、ここも結構比較的楽に確保。さあ、ギャングを配置しちゃおう。待ってまだブラッドワームいるじゃん。楽しくなりそうだ。若干まだブラッドワームが残ってんだけど。ん？熱の花？トイレだけど弾薬がある。やった。さて、旗を、旗これか。さあ旗。まあ今回はね、今回はっていうか、まあ、今回しかできないけど、パックスにね、若干不平等を与えるような感じになるということで、ディサイプルズにここはあげよう。さあ、オッケー。オッケーだね。ハイヌアットザガルチ、完了。というわけで残すところ、確保すべきパークは、サファリアドベンチャーのみだね。というわけで今回はじゃあここまでにしようかな。コースター、ちょっと気になるんだけどさ。じゃあ次回はサファリアドベンチャーを、この流れでいくとオペレーターズに上げて、一体どうなるのか気になるけど、そういうことでやっていこう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。